目指せコンパクトシティ東戸塚。東戸塚まちづくり開発委員会福原実です。よろしくお願いします。こんばんは。東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。本日は福原会長にお電話でつながっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そしてまちづくりとはどのように進んでいくのか、より良いまちづくりを目指して東戸塚のまちづくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。先週は東戸塚のまちづくりにおける10の基本理念第1項、明るく清潔で安全なまちを作りましょうをテーマにお送りしました。毎月恒例の駅前清掃活動や花花壇の手入れ、ハマロードサポーター活動の一環として行っていること、そしてハマロードサポーターとは東戸塚まちづくり開発委員会が横浜市からこの駅前広場の維持管理を委託されていることをお話ししました。町の清掃は駅前広場にのみならず、さまざまな団体や個人で取り組んでいて、一人一人の意識の高さの表れで、地域ぐるみで取り組むことは参加型まちづくりの最も分かりやすい形でありますね。また西口ロータリーの改造が約10年前に行われて、新しく建築された駐輪場を設置したことで放置自転車がなくなったこと、また見通しが良くなって犯罪を未然に防ぐ役割にもなっていることもご紹介しました。東戸塚まちづくり開発委員会主催の毎年11月から2月のイルミネーション企画、東戸塚ミュージックライトについてもお話ししました。安心安全なまちづくりの紹介としてクイズ方式でご紹介したスーパー防犯灯については、地域ぐるみの見守りを強化し防犯対策を行っていることをお伝えしました。ここで先週からスタートした目指せコンパクトシティ東戸塚クイズの出題です。コンパクトシティ東戸塚まちづくりマナーブックの中から毎回出題してまいります。では早速問題です。皆様お手元にマナーブックをご用意いただき、よく聞いていてください。問題です。マナーブックに掲載しています東戸塚の街並み、建物の規制誘導についての問題です。ちょっと堅苦しい言葉ばかもしれませんが、東戸塚の一部の地域では安全で快適な街づくりを推進するために、新しい建物を建てるときに開発委員会が施主と協議を行います。東戸塚らしい街づくりのために大切なことなんですよね。その協議の内容で間違っているものを次のうち選んでください。注意です、間違っているものです。1番からいきます。1番、敷地外周の植樹をする。2番、道路境界線より内側に歩道上空地を設ける。3番、建物の外壁はどのような素材でもよく、色調はどのような色でも良いとする。4番、道路境界線から建物の壁面を交代する。クイズの答えは後ほど発表します。レッツシンク。それではクイズの答えを考えていただきながら、ここで目指せコンパクトシティ東戸塚今日のオープニングナンバーをご紹介します。徳永秀明の夢を信じて。
さて、先ほど出題した目指せコンパクトシティ東戸塚クイズ答え合わせです。まずはクイズのおさらいをしましょう。マナーブックに掲載しています東戸塚の街並み、建物の規制誘導についての問題です。東戸塚の一部の地域では安全で快適な街づくりを推進するために新しい建物を建てるときに開発委員会が接種と協議を行います。その協議の内容について間違っているものを次のうち選んでください。1番、敷地外周の植樹をする、いや緑を植えるということですね。2番、道路境界線より内側に歩道上空地を設ける。3番、建物の外壁はどのような素材でもよく、色調はどのような色でも良いとする。4番、道路境界線から建物の壁面を交代する。さあ、それでは正解は、福原会長、答えと解説をお願いします。はい、間違い探しの答えは3番です。はい、基本的にはですね、東戸塚の街づくりは、はい、白をイメージして、街づくりを進めています。なるほど。西木東戸塚のマンション群は全て真っ白ですよね。はい、そうですね。ああいった形でですね、基本的には白、はい、ま、ないし、明るい色を、ということでですね、お願いして東戸塚の祭りができております。はい、東口はほとんどですから濃い色のですね、建物はあんまりないと思う。そうですね、基本的には明るい色を基調にしております。はい、まあ、非常にですね、意外とこう、真っ白っていうのがね、はい、どうかなと思いますけども、はい、こんだけ、広い敷地にですね、はい、白い建物がバーッと並んでると、はい、すごく、何年経ってもこう新しい感じですね。ですね、非常に綺麗な街並みかなという、はい、私は思ってますし、はい、皆さんもそのように感じているのではないでしょうか。そうですね、基本的にはですね、今日の問題の壁面交代であったりとか、はい、歩道上整備、はい、これは地権者さんにお願いをしてですね、はい、セットバックや歩道上整備をお願いしているんですが、はい、基本的にはですね、こうお願いをしてやっていただくという形ですので、はいはい、今まで、皆さんが協力をしていただいて、はい、歩道上整備をしていただいて、万が一、一人の方がですね、はい、歩道上整備をしないとですね、はい、そこだけ、出っ張ってしまいます。そうですね、皆さんが協力して、はい、歩道上整備をしたりとかですね、はい、建物のセットバックをしたりとかですね、はい、そういった形でですね、歩道を歩いて見ていただくと、はい、セットバックの間にですね、まあ、杭といっても分からないかもしれませんけども、はいはい、敷地の境界がですね、はい、分かるようになってます。そうですね、ですから今度、皆さんも街を歩くときにですね、はい、ちょっとこう意識をしていただいて、はい、歩道上整備はですね、この場所はしているのかしてないのかということをですね、意識していただくと非常にまた面白いのかなと思います。そうですね、ぜひ、そういった形でですね、東戸塚は、はい、皆さんがですね、地権者さんが、協力して、歩道上整備や緑化や、建物のセットバックをしているといった形でございます。はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。ちょっと会長に質問していいですか。はい、この競技はそもそも、その前、どのような経緯で始まったんでしょうか。ちょっと聞こえなかったです。はい、この競技をですね、はい、今している競技、これはいつ頃から始まったんでしょうか。はい、これ駅ができてですね、昭和54年に駅ができたんですかね。はい、そうですね、55年からスタートしてます。55年ですね。はい、そういった頃からずっと見てきているということで、はい、ですからその当時から
しょ。はい。聞こえてますか。聞こえます。その当時からですね、はい、建物を建ててですね、まだその頃は地区計画という形ではなくてですね、はい、東戸塚、町づくり協議地区といった形に、の形でスタートしています。なるほどですね。そうやってスタートしてきたということでした。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、クイズの解説がてら、今回ですね、今日のテーマ、緑あふれる健康的な街並みにしましょうということで、項目として緑ということで挙げられてるんですけれども、このあたり会長から何かお話はありますでしょうか。はい、基本的にはですね、はい、植樹の本数であったりとか、はい、基本的にはいつも街づくり協議の時にですね、はい、何本植えてくださいということまでお願いをしてですね、はい、皆さんに協力をしていただいております。なるほどですね。敷地の先ほどの問題にもありましたね、敷地の外周に植樹をするということで、植樹ですね、はい、緑を植えましょうということで、まあ、綺麗な街並みをみんなで協力して作っていくというお話でした。ですから非常に緑が多い街だと思いますね。そうですね、はい、緑の多いと言ったら、まあ、今も緑多いんですけれども、会長、昔の東戸塚ってどうだったんでしょうか。もともとは山ですので、はあ、緑だらけとしてたんですけどね、はい、建物がなかったわけですから、ああ、そこ山を区画整理して、はい、町にしたわけですから、はい、当然全てが森ですね、森と畑と、はい、田んぼであったりとか、ほとんど緑です。はあ、そうですか。そんな頃に思いを馳せてしまいますね、想像しながら。会長はずっと見てきましたんですもんね。本当に何もなかったというかですね、はい、もう私は小学校の頃よく遊びに来たんですけど、はい、それこそ本当、子供の遊び場としては最高な場所でしたね。カブトムシは取れるわ、クワガタは取れるわ、はい、オニヤンマや、もちろんカエルや、いろんなものと遊べましたんで、はい、本当に自然の宝庫でしたね。そうですね、その頃会長も遊んでたんですね。そうですねありがとうございます。あと会長すいません、今でも遊んでますよ、うん、今でも遊んでますね東戸塚らしい緑のあり方ってどうお考えですかね。基本的にはですね、できるだけ緑を植えていただけるということで考えてますし、うん、はい、もちろん地区計画、西口であったり上信濃はですね、はい、地区計画がありますので、はい、そこで、緑化協定というのをですね、きちっと結んで、横浜市と結んで緑を残していくという形をとっております。はいはい、あ、そうですね、きちんと考えられた緑であるということ、はいはい、できちんと手入れもされているという東戸塚らしい緑のあり方ですね。やはり自然緑化とかは、はい、まあ、基本的には手を入れちゃいけませんよという話なんですが、はい、やはり手入れをしませんと、はい、やっぱり森もですね、つるが伸びきってしまったりとかですね、はい、そうなると木の成長が悪くなるんですね。ですからどうしてもこう手を入れた方が、はい、やっぱりこう昔の人は山でも手を入れてですね、きれいにしてるわけですね、はい、ですからいい山ができてきたのかしらですけども、ね、やっぱり手を入れることによって、はい、緑化も良くなるのかなと思います。そうですか。じゃあそのようにまたこの東戸塚でそれを目指してずっとまちづくり協議をしていくという協議というか、まあ、その緑のあり方も考えていくという。そうですね、はい、はい、先ほどちょっと話に戻るんですけれども、敷地外周の植樹はあれですよね、確か中高木とか株物である程度基準が定められていて、はい、それに沿った、はい、基準がありますので、はい、その基準に合わせて、お願いをしています。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと私からの補足説明で、今このまちづくり協議なんですけれども、その昭和54年ですか、駅開業当時から
ずっと続けてまして、今600件超えました。はい、はい、600、細かく言うと602件ですね。毎年だいたい12件ほど申請、まあ、その年々で来る件数は違いますけれども、それだけずっと皆さんに協力もしていただいたし、協議もしてきたということですよね。そうですね、今はどちらかというと戸建ての町づくり協議であったりとかが多いと思いますが、はい、やっぱり 当初はですね、はい、大きな建物が最初に建っていましたから。あ、そうですよね、はい、西市東戸塚のマンションであったりとかですね、はい、そういったものが建ってきましたから、それこそ壁面交代であったりとか、はい、また違った意味ですね、緑化にしても歩道上整備にしても、うん、はい、幅を広い、歩道上整備をしていただいてますから、うん、今はどちらかというと戸建てであったりとか小さい敷地の、はい、競技が多いので、うん、まあ、いろいろ工夫してやっていただいているというのが状況ですね。そうですね、はい、競技もいろいろ難しく、小さい敷地が多くなってきているから、まあ、難しい部分もあるけれども、皆さんで足並み揃えていきましょうということですか。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ここで一曲お送りしたいと思います。曲はキロロの未来へです。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのか、より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。今日はですね、街づくりマナーブックの、10の基本理念の中の第2項、緑あふれる健康的な街並みにしましょうをテーマにお送りしました。福原会長からですね、いろいろご説明いただきましたけれども、街づくり協議、例えば敷地外周に植樹をする、それから、皆さん地権者の皆さんに協力していただいて歩道上整備幅を設ける、それから、道路境界線から建物の壁面を交代する、そして外壁は白ということで、東戸塚は白のイメージでニューシティ東戸塚も建設されたという話をいただきました。はい、それは、昭和50ね、まあ、駅開業当初からずっと協議を続けているという話をいただきました。はい、毎週まちづくりマナーブックの基本理念をもとに話を進めてまいりますけれども、このまちづくりマナーブック FM 戸塚のスタジオやモレラ東戸塚フードモールのラックに設置してあります。また行政機関等にも置いてもらってますので、ぜひお手元に取っていただきながら番組をお聞きいただけると嬉しいです。はい、来週はですね、この第3項目ですね、町の将来像を共有し互いに共存共栄しましょうということで、またクイズを出題をしながらご説明をしてまいりたいと思います。はい、そこで本日最後の曲を聴いていただきます。今日はですね、最後に、一曲、聴いていただきながらお別れをしましょう。それでは会長お願いします。はい、ありがとうございました。お相手は福原実でした。はい、そして事務局の藤吉でした。それでは最後の曲、ベン・イー・キングのスタンバイ・ミーです。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。